は一人で遊ぶ勝ち抜き形式のモードだ。己を鍛えるのに最適だな。マップやルールを自由に選んで遊べるモードだよ。今使っているゲーム機でみんなと楽しく遊ぶこともできるよ。何人で遊ぶのだ？さあ、プレイ人数を選ぶのだ。今日は一人で遊ぶのだな。今日はどのキャラクターで遊ぶのだ？我が輩に聞こえるように貴様の名前をしっかり選ぶのだ。ふんふんふん、これで貴様の参加が決定したぞ。対戦相手は誰にするのだ？対戦相手はこれでいいのか？今日はどのマップで遊ぶのだ？設定された目標金額で遊ぶならこの項目を選んでね。目標金額を自分で決めて遊ぶことができるよ。一人破産したらゲームが終了するよ。三人破産したらゲームが終了するよ。ルールはこれでいいのだな。よろしくお願いいたします。なんて私らしくないわね。やっぱりお店にはお花とかを飾った方がいいかしら。なーに心配すんなって、手加減してやるからさ。よっと、よしよし、後で増資してやるから待ってろよな。たまには勇者の使命を忘れてゲームに没頭するのも悪くないわね。え？これで私も店長さんね。いらっしゃいませ、何名様ですか？一度行ってみたかったの。ビアンカです。私がついてるから大丈夫ね。一緒に行きましょう。ダイスを振るのってなんだかドキドキしちゃうわ。中の札を外すから。お、もう俺の番？さーて、行くぜ。よっと、うん、ラッキー。
け前期待してるぜ。みんな真剣ね。私もうかうかしていられないわ。えっ、やったわ。エリア2つ目よ。この調子でどんどん攻めるわよ。行くの？まあ私には止める権利はないから、どうぞご自由に。お金を貯めるだけならデニュール城のお化け退治よりずっと簡単よね。よっ、少し休んでくるわね。あなたも休むなら部屋は別々でね。さーて、ジタン様の実力一丁見せてやるよ。やった。優勝できたらモンステロ温泉でゆっくりしようかしら。えっ、せっかくオープンしたんだから大勢の人に来てほしいわね。あなたはどう攻めるつもりかしら。お手並み拝見させてもらうわね。ずっと頭使ってっとくたびれんだろ。息抜き息抜きってな。はあ、よく寝たわ。目覚めもすっきりよ。名産品でも売っちゃおうかしら。もったいない？そうよね。勝利の女神が俺を待ってる。レディーを待たせちゃう男がスタルってもんだぜ。やった。まずはアジトの確保ってとこかな。お願い、次で目的の場所に行きたいの。え？ここはどんなお店にしようかしら。考えるだけでワクワクするわね。大丈夫、あんたはあんたのペースでやればいいんだ。マークはまだ一つね。ようやく初めの一歩ってところかしら。よっ月がこっちにあるときはガンガン行くわよ。もうマーク半分か。さ、どんどん行こうぜ。やった。こっそりおこぼれをいただくって寸法さ。これでようやく半分ね。残りもパパッと集めてみせるわ。え？
イスさん、いいね出なかったら私怒っちゃうわよ。よっ、私のお店だわ。頑張っていいお店にしてあげるからね。ま、わかんないことあったらこの俺に何でも聞けよ。よっと。さてと、マークはあと一つ。この勢いで最後まで行くわよ。えい。そうね、ダイスさん頑張って。
よし、ここは一つ運命をダイスちゃんに委ねましょう。やった。もう誰にも止められないわよ。えっ、やった、レベルアップよ。さらに強くなった私から目を離さないでね。あなたにたくさんの幸運が降り注ぎますように。ダイスさん、いい目出なかったら私怒っちゃうわよ。あっ、お金が足りないわ。確かにいろいろ出費がかさむものね。俺にとっちゃマークを集めるなんざ朝飯前さ。よっと。私の勇者の目がそう言ってるの。負けないさ。俺のいつか帰るところに帰るためにな。